ジアカップと同時開催のアフコン、ベスト8前にワールドカップ出場国全滅の大波乱。以下ベスト8に残ったチームと敗退した主なチームの一覧。カッコ内は FIFA ランク。アフコン、FIFA ランク上から5カ国がベスト8の時点で消えてしまった模様。アフコンも進んでますが、ベスト8にカタールワールドカップ出場組が一つも残ってないのなかなかにエグいな。ワールドカップでたくに消えまくってて下克上やな。アフコンの波乱っぷりがすごいことになってる。普通に優勝候補や北アフリカ勢が散るの熱すぎる。アジアのレベルが上がってるとか言われてるけど、アフリカの方はそんなもんじゃなかった。ベスト8でランキング上位チームみんないなくなっちゃってるじゃん。モロッコワールドカップの方が成績良かったんかい。モロッコでも負けるなら日本優勝は固いなんて言ってられないわ。アジアカップよりアフコンの方が魔強だな。優勝候補の木並み消えてるやんけ。アジアカップ以上にアフコンが大波乱になっててヤバすぎる。アジアで言ったら日本、イラン、韓国、オーストラリア、サウジアラビアが敗退してるようなものか。アジアカップも荒れたけどアフコンはそれ以上だな。アフコンとかいう魔境。